皆さんこんにちは。歌手や俳優、司会者やラジオパーソナリティなどマルチタレントとして活躍している酒井正明さん。そんな酒井さんが司会を務める世界一受けたい授業が2024年3月で終了することが決まり、その理由が酒井さんだと言われています。そこで今回は、番組の終了が酒井さんが原因と言われている理由や、近年の闘病生活とプライベートについてお話ししたいと思います。2024年3月で人気情報バラエティ番組世界一受けたい授業が終了するという報道がされました。まだやれるという声も多く、終了をめぐっては様々な憶測が飛び交いました。スポーツアネックスが局関係者に取材したところ、終了理由は総合的な判断で、視聴率に関しては打ち切るほど悪くないということです。世界一受けたい授業のような情報バラエティ番組はここのところ増え続けています。番組がスタートした2004年10月から比べると、本間デッカ TV やカズレーザーと学ぶなど似たような番組が増えたことは明らかです。しかしそれでも世界一受けたい授業は老舗の維持を見せていました。今年は10月14日、21日と2週連続でスペシャル拡大放送もされています。人気低迷で終わる番組とは思えない。ドラマや映画の番宣で出演する俳優にとっても、バラエティ番組よりも敷居が低いため、局からも重宝されている印象でした、と芸能記者は語っています。そこで噂されているのが出演者の降板説です。レギュラーのクリームシチューの2人は共に50歳を超えましたが、しゃべくり7をこなすなど体力的にはまだまだ余裕です。問題は総合 MC の酒井さん。50代後半の頃から番組はスタートし、今では77歳。番組内では校長先生という役柄ですが、実年齢に照らし合わせればもはや隠居状態でしょう。長時間に及ぶ収録はかなり厳しいのでは、と同記者は続けます。近年では同世代のベテラン MC が続々とセミリタイヤを発表しており、美濃もんたさん、小倉智昭さん、草野仁さんなどがここ数年相次いで番組を降板しましたが、年齢は酒井さんと同じ70代後半です。芸能人は若々しくて体力があるといえど、一般企業で定年退職の年から10年も過ぎれば体に限界が来るのでしょう。来年3月には80歳の関口宏さんもサンデーモーニングを降板しますし、やはり酒井さんの体力事情が番組の終了理由だと考えることもできます。そんな酒井さんですが、プライベートではなんと結婚を3度もされています。1度目の結婚は1974年のことで、酒井さんが28歳の時です。お相手は一般人の女性の方だったそうですが、結婚6年目の1980年には離婚されています。離婚の理由ははっきりしていませんが、当時話題になったのがその前妻に支払った慰謝料の金額で1億円だったと言われています。そしてこの離婚から9年後の1989年に2度目の結婚をしており、お相手はタレントの岡田美里さんでした。俳優岡田真澄さんの姪にあたる方ですね。しかしこの結婚生活も長くは続きませんでした。芸能界のおしどり夫婦と言われていたお二人が離婚をしたのは2001年のこと。岡田さんは幼少期に実の父親から家庭内暴力を受けていたということで、大人になってから PTSD を発症したそうです。そして1995年に流産を経験したのをきっかけに、その症状が悪化。酒井さんが何気なくハガキを机に投げるように置いた仕草を見ただけで、ジップの乱暴を思い出し、酒井さんと一緒に生活を送るのが辛くなってしまったのだそうです。ちなみに酒井さんが暴力を振ったり暴言を吐いたりしたことは一切なかったようです。岡田さんとの離婚から約10年後の2011年8月6日に3度目の結婚をした酒井さん。
この日は酒井さんの65歳の誕生日でした。そして3度目の結婚をした女性が酒井さんの現在の奥様の厚子さんです。元モデルとのことで高身長かつなかなかはっきり物を言う方のようです。お二人は8年に及ぶ交際を経て結婚に至った奥様は22歳年下ということですから驚きです。2002年にイタリア社の祭典であるラ・フェスタ・ミッテミリアにて出会ったというお二人は翌年バリ島でのバカンスでスクープされます。ただ結婚に関しては長らく酒井さん自身も否定的でした。その理由は娘さんへの思いからです。二人目の妻岡田美里さんとの間に二人の娘さんがいる酒井さん、今回の交際報道を受けてのインタビューでも、その娘たちが自分のところに来やすい環境にいたい、娘のために生きたいという旨を答えていました。ところがその思いをひっくり返したのが厚子さんでした。長年付き合う中で酒井さんに今後の意思を尋ねたのです。それも白か黒かということで、これには酒井さんも再度頑張ることを誓ったのでした。酒井さんの2人の娘さんのうち長女の栗原菊乃さんはデザイナー兼ファッションブロガーとして活躍されており、19歳から22歳の間にはデザインの勉強で海外へ留学しています。帰国してからはデザイン事務所で働きながらファッション雑誌ナイロンジャパンのオフィシャルブロガーに、2015年にはパープルシングスを立ち上げてデザイナーとして活躍しています。そんな栗原さんは岡田さんとの離婚後も酒井さんのことが大好きだったそうで、酒井さんの老後の面倒を見る気も満々だったのは栗原さんの方でした。しかし酒井さんが再婚したのは彼女の留学中のことで、複雑な思いをされたのではないかと当時の関係者は話していたそうです。酒井さんの次女である酒井小春さんは女優として活躍しています。2004年にミュージカルアニーで芸能界デビューしますが、一時は引退し再び芸能界へ戻っています。酒井さんとは2021年2月20日の世界一受けたい授業にて共演されていました。番組では小春さんが答えるたびに酒井さんがすごいなどと囃し立て、校長が小春さんを可愛がっていることが番組を通して垣間見えました。収録後の取材でもこのテンションの高さを自覚していた酒井さん。小春さんもまたバラエティの世界に触れ、父の偉大さを改めて感じたそうです。2018年にはオーディションを経て金魚鉢の中の少女で舞台初主演を務め、その後もテレビドラマや映画などに多く出演されています。続いて酒井さんの病気についてお話ししたいと思います。2004年から放送されている世界一受けたい授業に校長先生として長年にわたり出演している酒井さん、2021年8月14日放送のアニメ特集の放送会に酒井さんが体調不良で欠席してしまったことで視聴者から心配の声が多く上がります。少し遡ってみると2021年7月24日の放送分も欠席され、 IKKO さんが代打として務めています。有田さんが酒井校長の手紙を読み上げましたが、その内容は、お休みしてすみません、体調はいいですよ、今回お休みだからやっぱりギャラは出ないのかねと冗談も飛び出しましたが、この手紙がかえってすぐには復帰できない大病なのではないかと憶測を呼ぶ事態になってしまったのです。実は酒井さんの父である酒井俊二さんは若くして亡くなっています。俊二さんは1968年8月に新宿駒劇場での公演中に舞台から落下して腰を強打、歩くのも困難な怪我を負っていました。周囲は止めましたが、俊二さんは公演を続行。その1週間後の舞台本番中、私はまだまだ元気ですよという最後のセリフを言って舞台袖に下がった瞬間、
脳出血で倒れ、病院に搬送されるも亡くなっています。番組を欠席した際の酒井さんも俊二さんと同じ脳出血で倒れたと言われています。幸いにも一命は取り留めたようですが、世界一受けたい授業を欠席した際は喋ることもできない状態だったと番組関係者が明かしています。関係者曰く、酒井さんは脳出血で倒れる2日ほど前から呂列が回っておらず、周囲は心配していたそうです。しかし俊二さんと同じように仕事を優先して死のうと心に決めていた酒井さんは、収録があるからといって頑なに病院に行かなかったそうです。現在は回復されているようですが、2024年には78歳という年齢になりますので、これからはお体を大切にしてほしいです。最後までご覧いただきありがとうございました。